おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、大和くん誕生に際しましてですね、たくさんのお祝いのメール、これがね200件ちょっと来てましたかね。それからいろんなね、プレゼントを送っていただいた方もありがとうございます。まだ届いてないというか、私が受け取れてない方も結構いらっしゃるんですけども、昨日奇跡的に受け取れたのがこのタオルでございました。子供の成長がですね、この寝かせるとこのメモリがついててわかるみたいなね、いうことがありますけども、本当に素敵なものありがとうございます。その他ですね、なんというか、こういうものも届いているんですよね。こういうものとか、ちょっとあまりお見せしにくいんですけどもはい、本当になんか心を尽くしていただいてありがとうございます。で、大和くんがね、生まれた時代、生まれる時代っていうのは令和元年というものになります。おそらく大和くんが生きてるうちにこの年号も変わったりするんだろうなと思いますし、もしかしたらこのね、日本という国そのものがなくなるかもしれませんね。本当にね、永久不変なものはありません。人間が不老不死でいられないのと同時に、時代も歴史もそして国もですね、国家というものも永久不変のものではないんですよね。はい、それでですね、私がねちょっと振り返ってみて、私が生まれた時ってどうだったのかなというのをね、かなりね、描いてくれている実はムック本があるんですよ。これ昭和40年男っていうね、これ私ね結構ね愛読してるんですよね。なかなか面白いと。はい、ライブ続行でございます。昭和40年男という本がなかなか面白くて、私が生まれた昭和47年、まさに昭和40年男なんですけども、私がね、2歳3歳5歳10歳となるときに、当然世の中に溢れている情報っていうのはテレビというものに集約されて届けられたわけなんですよ。そして近所の方が教えてくれるもの、これが私の世界の全てでした。確かにそこにですね、あるんですよ。ここに書いてあるように、俺たちのアメリカってありますよね。アメリカ文化が徐々に入ってきて、私たちはねそれに、まあ、憧れる部分が結構ありました。例えばテレビをつけると、大草原の小さな家っていうのがあるんですよ。そこにはですね、理想とされるお父さんの姿とかね、それで家族の愛ってものが書かれていて、辛い中でも頑張っていく姿っていうのはね、胸を打たれたというものもありますし、この大草原の小さな家をモデルにした北の国からっていうね、倉本聰さんの作品、これを私たちは家族で見て、そして10代の時も見て、20代の時も見て、30代になってもまだ見てってことをやってました。男は辛いよも同じですよね。ああいう風に映像とか情報ってものに私たちの思考は、まあ悪い言い方すれば操られてきたのかなと思いますし、私たちが何を求めているのかってことは、すでにですね、それを提供する人が仕組んでいるっていうね、悪い言い方もできます。その中で昭和40年男、振り返ってみたら、私たち昭和40年代の人間っていうのはどういう風にね、この時代とか歴史、こういうものに向き合ってきたのかってことがね、ここでわかるわけなんですよ。これなかなか面白くって、まあ、昭和40年代にはこんなおもちゃがありましたよ、ゲームがありましたよっていうふうに書かれてます。すべて今はもう懐かしさを演出するものにしか過ぎなかったんですけども、昭和40年代、50年代ではこれが最新のテクノロジーだったんですよね。ということは、令和元年に生まれた大和くんがね、スマートフォンとかインターネットとか、それからまあ電気自動車みたいなもんね、多分これから触れると思いますけども、それはこれと同じように過去の遺物になるということなんでしょうね、きっと。はい、今回ね、この本で一番注目はこれですね。このナイト2000トランザム、1983年式なんですけども、こういったものをすでにね、作る人がいて、当たり前に作る人がいて、で広告まで出してるんですよね。エリア101さんっていう、私がナイト2000を買った お店なんですけどもね、埼玉にあります。で、私たちの夢とか希望っていうのはすでにですね、誰かが形にして、これどうぞっていう風な、もうね、プロダクトにしてくれてるんですよ、商品に。どういうことかっていうと、私たちは自分の発想で求めたようであって、すでに世の中にある発想を焼き増ししてるだけってことがこれによって見えるんじゃないかなと思うんですよね。だから余計にね、難しいんですよ、想像力ってのは。自分が何を考えていくかっていうのは、そういうことをね、私はね、これから生まれてきたか、大和くんに伝えていこうかと思うんですよね。まずは多くの情報を知ること、そしてその情報を組み合わせてみることね、組み合わせて全く別のものを作ってみること。でも既にある情報でもないし、組み合わせの情報でもない、全く新しい価値観っていうものも自分で作れていけるんだよってことはね、伝えていこうかと思います。さあ、皆さんはどんなね、育ち方、育て方をしていくでしょうか。またね、ヒントがありましたら教えていただきたいと思います。で、今ね、色男シリーズ、
いい男になろうシリーズちょっとあるんですけども、一部の方にはかなり人気をねいただいていて、ちょっとぜひ続けてほしいというふうに言われております。40代のやっぱりね男性からの意見と、あとはね女性ですね、50代ぐらいの女性がこういうふうに男の人には考えてほしかったんだみたいなことをね言われてましたよね。そうだなと、私もちょっとこれね乗ってきたんでしばらく続けようと思います。よろしかったらご覧ください。それでは本日のね、お話は以上です。今ミスターマイアミさんって方がマイアミから日本に来ようとしておりますけども、移住しようとしておりますけども、私たちが憧れたアメリカってのはアメリカにはあったのかなかったのか、こういうこともね聞いてみたいと思いますね。ハンバーガーがあって、アメ車があって、流行のロックミュージックがあって、フラフープがあってっていうの全部ねアメリカから入ってきました。そして私ね子育て用品を買うのに赤ちゃん本舗に行ったんですけども、まあね国産のものじゃなくてその欧米のものがものすごい多いですね。おむつとかそこに出てくる写真って日本人ってあまりないんですよ。なんでしょうね、やっぱり私たちは日本独自のもので生きてるわけではなくて、ほとんどが輸入品で生きてるんだなと感じざるを得ないかと思います。まあもちろんね、だからそういう時代だからこそメイドインジャパンってものが希少さを増すんではないかなと思います。私メイドインジャパンでしょ、枠ね、だから生け花、帯、掛け軸、メイドインジャパンということでねメイドインジャパンに生まれてくる大和くんもきっと大和民族を彷彿とさせてくれるんではなかろうかと思います。アディオス。